アメリカの壁掛け型冷水機冷水機とは飲料水を冷やして供給するための電気製品。英語の由来からウォータークーラーとも呼ばれる。正しい名前はプレッシャー型ウォータークーラーである。タンク貯蔵式冷水機飲料水を冷やしておくための電気製品である。日本国内においては主に床置き型と卓上型の2種類がある。前者は蛇口近くのボタンを押すか。 床付近にあるペダルを足で踏んで水を出す。後者は、ボタンを押すか、コップでレバーを押して、水を出す。また、卓上型には、湯やお茶などが出る機能がついたものもあるが、幼児による火傷の被害が出たこともあり、近年では、湯が出る、側のレバーは一度ボタンのようなものを強く押してからで、ないと出ないような安全性を高めたものになっている。 卓上型は水道管に直結されたものと内部にタンクを持ち水を貯蔵するものとがある。床置き型はすべて水道管に直結されている。近年ではアメリカで主流のタンク貯蔵の床置き型もある。こちらは水が入っている別体のタンクを上部にセットしておきレバーで水を出す。重力によって水を出すため電動ポンプを必要としない。 日本では、アクアクララなどが、ウォーターサーバーのレンタル事業を積極的に展開を、している。アメリカなどでは、水道管直結の床置き型はなく、その代わりに、壁掛け型や壁埋め込み型が普及している。横浜市営地下鉄ブルーライン、牧田駅の冷水機主に学校、ホール、図書館、鉄道駅、病院、競輪場や、競馬場、競艇場などといった。 公共施設のほか、セルフサービス式の会社や、工場などの社内食堂、フードコート、飲食店などで設置されている。病院によっては、服薬時の冷水器の代わりとして、紙コップ式のジュース自動販売機で、水飲み無料で提供することもある。タンク貯蔵型は、小規模病院の待合室や、携帯電話販売店などに置いてあることが多い。 アメリカ製の壁掛けタイプや冷却機器の壁内隠蔽タイプは車椅子でも利用しやすいユニバーサルデザインを有しバリアフリータイプとして日本国内の公共施設などに設置されている国内販売されているのはオアシスブランドとサンロックブランドがあるがどちらも米国オアシス社製で同一デザインであるただし日本国内にて 国内法に適合するよう加工されており、構造は若干異なる。かつて昭和の戦後から平成初期にかけての時代では、旧国鉄、JR の0系など新幹線車両をはじめ、在来線でも特急系全般、寝台車、グリーン車などの車両にも多く設置されていたが、衛生検査の結果車両を基地で補給される水が、引用に適していないことが判明したことや、 ペットボトル容器によるミネラルウォーターの普及により現在使用されている車両では設置されていない。アメリカ合衆国ではトイレの近くに置いてあることが非常に多い。大韓民国ではタンク貯蔵型の冷水機が百貨店や銀行などに多数設置されており自由に利用することができる。その他、太陽国のスワンナプーム空港など開業時期が 新しい公共施設では設置されていることが多い。冷水器が搭載されていた車両は、編成全体にサービス用電源が供給されているものか、発電セットを持ち自社単独で冷房用電源を賄うことができる車両。タンクに補充される水は、基本的に水道水に殺菌灯を当てただけのものであった。新幹線車両のうち、 東海道山陽新幹線においては7 0 0系では当初より設置されなかったほか既存の3 0 0系や5 0 0系などでは冷水機の箇所に蓋がかぶせられるなどして使用停止とされた昭和の鉄道旅を支えた列車用冷水機と紙コップの秘密新幹線や寝台特急などに搭載乗り物をニュース2020年4月5日閲覧ありがとうございます